田です。今回は以前購入品とかお気に入りで紹介したことのあるハクスリーさんからこのスキンケアアイテム一式と新商品のクッションファンデをいただいたので、こちらを使ってメイクをしていこうと思います。まだねスキンケアもしてない状態なんですけど、実際使ってみてやっぱり私この化粧水好きだなと思ったし、このファンデーションもセミマットな仕上がりだけど潤いを保ってくれるようなファンデーションだったので最近すごく使っています。ではまずこの化粧水をコットンに、私はコットンにひたひたたっぷりつけるのが好きです。でタッピングするようにペチペチ塗っていきます。ハクスリーの製品は総じて香りがめちゃくちゃいいです。なのでね、朝から癒されます。最近顎がめっちゃ皮むけするので顎に集中的に化粧水を塗っておきます。でハンドプレスでなじませてから、ハクスリーのエッセンスグラブウォーター美容液ですね、これをスポイト1回分取って顔全体になじませていきます。ハクスリークリームフレッシュ&モア保湿クリームを使っていきます。保湿クリームって書いてあるんですけど、透明感のあるジェルタイプなので朝のメイク前とかでもすごく使いやすいです。ハクスリーの製品にはサボテンエキスが入っていて、サボテンエキスってこう寒暖差のすごい地域でも生命力の強いサボテンから丁寧に抽出されたエキスらしいんですけど、本当にね乾燥しにくいお肌になってきているような気がします。私の気になるこの辺の毛穴もやっぱり潤うことによってふっくらするので、最近はこればっかり使ってます。はい、スキンケアは完成です。はい、ではハクスリーから新商品のクッションファンデを使っていこうと思います。ハクスリーってデザインも全部可愛いですよね。少しこの辺はマットな質感になっていて、クッションファンデにしては結構薄めなんじゃないかなと思います。結構ね何回か使ってるので汚くなってきちゃってるんですけど、こんな感じのクッションファンデーションになってます。このクッションファンデを収納するこういうねちっちゃいポーチみたいなのが付属でついていて、なんて丁寧なんだと思いました。ファンデーションの仕上がりが分かりやすいようにこの半分に塗っていこうと思います。こんな感じ。はい、さよなさんこんな感じです。だいぶね目の周りのくすみとかが明るくなってセミマットな仕上がりになりつつもツヤもあるような仕上がりになっています。毛穴とかもねだいぶ隠してくれているのでとてもありがたいですね。色が3色あるんですが、3番の一番暗い色を使っています。こんな感じめちゃくちゃ綺麗に仕上がってると思います。どうでしょうか。なんかクッションファンデってこう一生ペチペチやっちゃいますよね。はい、もう片方もファンデーションつけていきます。はい、こんな感じ。セミマットの仕上がりだしカバー力も結構あるので、多分乾燥肌の人だったらパウダーもいらないくらいちょうどいいツヤ感かなって思います、ね、めっちゃ綺麗じゃないですか。はい、では普段通りメイクをちゃちゃっと済ませていこうと思います。
はい、メイク完成です。はい、では髪の毛をセットしてきます。はい、完成です。今回はハクスリーのアイテムを使ってスキンケアからベースメイクしてみました。その他のメイクはちょっとさらっと簡単な感じにはなってしまったんですが、この綺麗なツヤ感ぜひ体感してほしいです。私はインナードライなお肌だっていうことが最近分かったので、水分をたっぷり入れて蓋をするっていうスキンケアはとっても合っているなって感じてます。 T ゾーン鼻はテカっちゃうけどこの辺は乾燥するよっていう人にはもうぜひ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 おすすめしたいアイテムたちです。香りも爽やかで癒されるから朝でも夜でもどちらでも心地よく使えると思います。では今回も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、ツイッター、インスタグラムのフォローもお待ちしております。永田でした。髪の毛だいぶ見慣れてきたなと思ってるんですけど、どうですか？